ビー。右方向です。右方向。ご飯食べました。はい。栄養バランスが強烈に偏りました。油揚げ焼きとかいうのと、揚げてんのにさらに焼くっていうのと、あとなんだ味噌ラーメンか。定食系が食べたかったんだけど全部売り切れになってて、もうしょうがねえっつって。こうラーメンでも押す食券だったんですけど、押す直前にああでもラーメンだったら長岡のラーメンが食いてえなと思ったんだけど、こう装備を整える時間とか場所とか、あとバイク止めれる場所あるかなとか考えたら、もうあそこで取ることにしました。長岡で食べたいラーメンっていうのは青島ラーメンっていう生姜醤油ラーメン、今なくなっちゃったんですけど、前秋葉原、東京の秋葉原にあったんですよ、支店みたいな感じで。そこがなくなっちゃったので、久々に食べたいなと思ってボタンを押すのをちょっと躊躇しました。で今向かってるのが八方台ですね。おそらく紅葉が綺麗だろう。私が昔行った時はそんなに人はいなかった。あとね、八方台は走り屋がいますね。おお、川です。八方台からこっち側って来たことないんですよね。走ったことない。八方台から長岡駅側って、何度か通りましたけど。でもう防寒装備しました。オーバーパンツ履いて、で雨具着て。あそこにいたバイク乗ってる人たちにすっごい見られた。重装備すぎないみたいな感じで。いいんです。もう私はこっから寒い中帰るだけなんで。ほいほいっと。わ、またこれ眩しくて前が見えないパターンじゃない。まだ大丈夫か。ギリ大丈夫。もうちょい下がったら無理かもしれない。前見れないかも。お、民家がだいぶ少なくなったぞ。どっからスタートっていうのか分かんないんだよね。この辺からかな。おお、始まった。ほいえ、頂上まで 7.8 キロ。ほいえ、ほいっと。まぶしいまぶしい。あ、まだ民家あるわ。おお、すすきが綺麗だな。今逆光でいい感じでしたね。わ、ああヘアピンだけどまだ住宅街なんだね。住宅街っていうかこんな感じなんだね。ほい、うわ、もっさもっさ。ほい、こっち側の斜面はあんまり走るって感じじゃないのかな。おお、すっげえ秋だ。すすきに夕日が照らされて、夕日にすすきが照らされて、おお、すすきの中を進みます。予定より2時間くらい押してる気がするな。今が3時44分。当初の予定だともう一番最後の目的地かな、なんだっけ忘れちゃった、金倉山か、金倉山を出てるような時間ですね。おお、始まってる。ほい、お、下り、うわー、あ、こっちだ。この先4キロ。
道なりですよ。ほいあータイヤの跡ある。ほいおなるほどこんな感じか。ああそうだね、うん、頂上付近はこんな感じの道だったわ。そういやまぶしいまぶしい。あ車がいます。おおすっげえ遠くまで見える。耳直しました。うおいい景色だな。クマ出没注意。やべえクマ出るベア。まあその前にも車がいるわ。紅葉の時期はあれか山来ちゃダメか。ほいほい着きました。確かもうちょい奥まで行けた気がするね。ほい、うん、そこまで行けるわ。でもそのジャリジャリんとこ止めたくないからここにしよう。確かこっからの景色が結構良かった気がします。ほら感じでしょ。八方向が見えるから八方台っつうのかな。こっちはそんなに見えないな。そこの一個降りたところの方がこっち側はよく見えそう。影投げ。こっち行ってみようっと。おお。あんまり向こうまで行くと戻ってこれなそうだ。はあ。うん、行こう。よっしゃ。じゃあ行きましょう。おっと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 、ほいナビ設定してね。電波がねえか。じゃあ山下ろう。ほいっと、お、微妙に電波きた。そんなにすげえ混んでるってわけでもなかったね。それなりに人いたけど、うん、今のところ良かったでしょ。こっち側もうこれをアップする頃には冬だと思うんで、来年ここ来てみてください。来たことない方は、来たことある人も、うん、また来ればいいと思うよ。お、電波来た、電波来たけど坂の頂上付近で止まるのはやばい。あ、ここでどうもロット。んー、これから長岡駅を寄ろうと思ったんだけど、うん、時間があれだからやめます。実際の交通ルールに従って運転してください。はい、おそらく自宅に着くの9時過ぎくらいだ。
じゃあ下りましょう。一生懸命、今回はこういう落ち葉に悩まされるツーリングだったな。眺めいいな。なかなかこんな景色ないよね。こんな急車を降りながらさ、こんな風に向こう側に景色があるのあんまりないよね。ツーリングマップルとか、あとアプリとか、ここいいって書いてないからね。うわーすげえ大変な跡。こっちから登ってきた方が良かったかな。まあまた今度でいいや。道順的にこうやらないと金倉山がね、行きづらくなっちゃうんで。まだこの間高いか、だいぶ降りてきたけど。ふう、秋だなこの風景。これからもうこっちの新潟方面は来れなくなるからね。バイク来ました。イエーまたバイク来ましたよ。イエーイエーあ、またバイク来ました。バイクイエーあー、金倉山到着予定時刻16時51分。ギリギリ間に合うかな。駐車場に着いてからちょっとだけ歩くんですよね。日没ギリ間に合うかな。間に合ったとしたらすんげえ綺麗な景色が見れると思う。寒さと日没の時間との戦いだね。ほらこれ小説パイプ作り直したんだね。新しい型のやつ、新しい型のやつって言って、古いやつだともっとコンクリートが幅広なんですよ。小雪パイプ、あれ雪を溶かすやつですね。あれは確か長岡が発祥じゃなかったっけな。ここね、これすげえ発明だぜっつって、あれ地下水なんですよ、出てくるやつが。地下水バーって、うわーこれで雪溶けるぜって出しまくったら、地下水がなくなりすぎて地盤沈下したっていうね。そういうエピソードがありますけど。ふう、これで降りてきましたね。発砲台終わり。ほいほい、じゃあバイパス乗りましょう。これは何バイパスっていうのかわかんないけど、国道7号ですね。だから群馬通ってで埼玉通って日本橋に行きますね。7号じゃなかった、17号だった。17号ね。ああ間に合うかなこれ。かなり隠れそうだぞ。あと何分、あと30分。持たねえなこれ。あそこから30分持ったらすげえと思うよ。宇宙すげえってなる。これを左、9キロ12キロ先目的地。確か結構ぐにゃぐにゃ道なんだよな。ぐにゃぐにゃ道ってことはこの時期ってことは、ね。昨日雨降ったってことはね。もう見慣れた光景になりそうな気がしてならない。おっすげえところ入っていくな。こんな道でも小説パイプあるっていうね。おお、風が冷たくなった。あら、もしかしてこういう道が続くわけ。大歓迎ですよ。お、右に川があるっぽいぞ。お、見えた、ちらっと川です。川来ました。おお、川です。ウェイ。あ
ですよね。そうそう簡単に2車線が続く。うわあ急にこうなった。なんか洒落たスノーシェッドですね。うわ暗っお激しいトンネル、濁り沢トンネル、ういえ、暗くなる前に大通りか高速乗りたいな。いや二車線って素晴らしいなんかもうこの空の感じ、日落ちてないか日没してないか。お、山越し来た、山越し。おお登る登る、おおすっげえ登る。おおこういうぐにゃぐにゃか。おいえお、これはいいコーナーだ。うわーそんなに良くない縦溝だ。あーもうカーブ全部縦溝ついちゃう。ほいえこれ冬季通行止め。右始まったぞこれまだ登るかうわ登る登るふほほ。あでも両脇にどうも木がないから落ち葉がそんなにないね。おおすげえ、なんだこの道すごいよほらうわすごい。あこっちかうわいい景色だな。ちょっと止まろう。もう多分あそこ間に合わねえわ、あの太陽の落ち方。いや間に合う今に急がなくても間に合いそう。ほいえすごい走りやすい細いぐにゃぐにゃ。これ右側見たいな。うわお道変わっちゃったうわこれああおっと待ってこれこっちよいしょ。うわ真面目に